橋番で食事をした後、いよいよ掛川城へ出陣です。お城に近づくにつれ町並みも整備されていて、城下町といった雰囲気ですね。で、近くの市営駐車場に停めて掛川城へ向かって歩いていくと、まあ、以前行った岐阜城に比べるは全然ですけど、結構坂があって小高い丘の上に掛川城があります。城の周りはしっかり整備されていて、春には桜が綺麗でしょうね。そしてこちらが掛川城ですね。戦国時代に今川氏の拠点として重臣朝比奈康弘に築かせたと言われています。その後勢力拡大に伴い、掛川古城では手狭になって、現在の地に掛川城が築かれました。天正18年、全国平定を達成した豊臣秀吉により、掛川城には山内和豊が入ります。和豊は城の拡張や城下の整備を行うとともに、掛川城に初めて天守閣を作りました。お堀もかなり深かったですね。そして受付を済ませて掛川城に登場です。ちょっとね、片脇の自分に登れるか不安でしたけど、なんとか登ることができましたね。そして登り切って門をくぐると、すぐ左手にこの霧吹きの井戸がありますね。こちらは徳川家康が掛川城を攻めた時に、この井戸から霧が立ち込み、城を包み家康軍の攻撃から城を守ったと言われる伝説があるらしいですね。そしてお城の中に入っていきます。この天守閣の中は結構こじんまりとしていて、下の階には鎧などの展示物がありました。これね、床が結構ギーギー言うんですよね。そして周りには敵が攻めてきた時に防ぐため、石を落としたり弓や鉄砲を撃つ穴が開いてましたね。この辺も結構生々しいですよね。さらに上階へ登る階段があるんですけど、めちゃめちゃ急になっていて大変でしたね。天守閣の最上階はさらに狭くなっていて、敵から身を守りやすそうでしたね。こちらにはシャチホコが飾られていたり、何かあった時に武将たちが隠れる場所なんだからもありましたね。そして景色ももちろん綺麗ですよね。天守閣から望む掛川の街はまさに圧巻です。そしてお次は江戸時代後期に建てられた掛川城御殿に行ってみました。掛川城御殿は儀式・公式対面などの藩の公的式典の場、藩主の皇帝、藩内の政務を司る役所という3つの機能を併せ持った施設になっています。掛川城御殿は二の丸に建てられた江戸時代後期の建物で、現存する城郭御殿としては京都二条城など全国で4カ所しかない貴重な建築物で、国の重要文化財に指定されています。そして中に入るとお土産物屋なんかがあって、こちらの方でも鎧等の展示がありましたね。こちらもかっこいい鎧ですよね。庭に面した広間は一面畳になっていて、とっても落ち着きますよね。やっぱ日本人は畳ですよね。なんか落ち着くんですよね。奥に進むと足軽目付の部屋がありました。さっきの広間とは違ってとっても暗かったですね。
やっぱこの辺は格差社会なんですかね。他にも茶室や美術館などがあって、とても楽しめる施設になってましたよ。そして掛川城の周りにはこちら、掛川市ステンドグラス美術館があるので、こちらも行ってみましたね。掛川市ステンドグラス美術館は、掛川市在住鈴木正明氏からのステンドグラスなど約70点余りの寄贈を受け開館しました。19世紀イギリスのステンドグラスを中心としたコレクションを展示する日本で初めての、そして世界的に見ても珍しい美術館になってます。この普段見ることがないステンドグラスを見てね、目の保養になりましたね。さっきまでの和の雰囲気と打って変わってね、こういう洋の雰囲気もいいですよね。外から見た時珍しい建物だなと思ったんですけど、中から見ると日の光を浴びてとても美しかったですよ。こんな家に住めたらいいですよね。古の建物の道具に触れてとてもロマンを感じる時を過ごすことができました。と同時に戦いの歴史と現在のウクライナ情勢を感じてしまいましたね。本当に辛い目に遭うのは僕たち一般庶民なので、争いはなくなってほしいなって思いました。今回もご視聴ありがとうございました。